どうも、エルマです。本日はですね、2013年明けてから続いている企画なんですけれども、福袋開封動画になります。いやー、なかなかね、2023年始まってからいい福袋に正直出会えてなくてですね、なかなか傷ついてる日々なんですけれども、今回の福袋が本命中の本命で、でここ数年ですね、自分自身もファッション YouTuber として活動してるわけなんですけれども、一番の最高額福袋を今回購入いたしました。もうね、これはもう願掛けに近いところで、お参りでちょっとなんか大きい金額入れたらなんかいい見返りあるんじゃないかなって感じで、福袋も高い金額のものを買えば、もしかしたらワンチャン今まで負けた分を大逆転してくれるんじゃないかなと思って、どんどんですね、深みにハマってるわけでございます。でまずですね、今回購入した福袋を出す前にどういった金額のものを購入したかと言いますと、総額100万円福袋をですね、今回購入いたしました。いやードキドキですね。でですね、福袋の内容自体が総額100万円以上入った福袋というところで、購入金額もですね、とんでもないものになっておりまして、総額税込みで38万5000円の福袋を今回購入いたしました。いやー、こんな感じでヘラヘラ動画を撮ってるんですけど、内心バクバクでどうなるんだろうね。まあ、ただですね、なぜか開ける前から謎の自信が自分を満たしてくれてまして、いい出会いが今回あるんじゃないかなと思って、早速ですね、今回買った福袋も出していきながら開封していこうと思います。ではですね、ちょっと出していこうと思うんですけども、とんでもない大きさで今回届きまして、今回買った福袋がこちら、ドン。はい、こちらですよ。バカでかい福袋で、もこれ福箱かなっていうねものになってるんですけども、で今回買ったこちらの福袋なんですけども、買ったお店がですね、グレードさんになります。もうグレードさんといえばですね、もう日本を代表するもうセレクトショップで、もう海外のセレブだったりとか、もう国内外のセレブがもう買い物をするですね、もう超有名で、もう影響力のあるねショップさんで、もう扱ってるものもすごく感度の高いアイテムだったりとか、ただエッジの効いたアイテムからね取り揃えていて、自分は日頃からそちらで買い物させてもらってるんですけども、まあそこが使った福袋のところで、まあ、良くも悪くもエッジ相当効いてんじゃないかなと思って、もう今からドキドキなんですよね。で去年もこちらの福袋を購入しておりまして、去年は総額50万円の福袋だったんですよね。で購入金額は15万円くらいかなになるので、もう去年よりも2倍以上の規模感のものをお届けしようと思っております。いやー、マジどうなるんだろう。ちなみにですね、こちらの方、はい、こちらで去年の動画になるので、もしよろしければね見てもらいたいんですけれども、去年は福袋の中にですね、バーバリーのスタジャンが入っているというとんでもない内容になっておりまして、今年は2倍の金額になってるんでね、もっとすごいものが入ってるんじゃないかなと思っております。まあ、じゃあですね、この箱の大きさを見てもらっても分かる通り、こんな感じで、もうね、早速開けていかないと動画の尺でめちゃめちゃ長くなってしまいがちなので、早速開けていこうと思います。はい、それでは開けていきますね。いやー、マジでドキドキだなー。この大きさすごいよね。もう届いた時びっくりしたもんね。いやー、やっぱね、福袋っていうぐらいですから、そろそろ福に会いたいな。本当に福袋の中に福っているのかなっていうぐらい、2023会ってないですからね。はい、という感じで無事に開封終わりました。ではですね、中が見えないように出してった方が面白いと思うので、早速上にあるところからですね出していこうと思います。あ、もうね、チラッと見るだけでもうすっごい量ですよ。これは合計100枚入りなんでね、なんで点数もさることながら、かなりもともと高額なアイテムが入ってると思うので、もうじゃんじゃん出してきますね。はい、それではまず1点目のアイテムから出していこうと思います。1点目のアイテムがこちら、じゃん。はい、早速、なんですのこれ。今回ですね、サイズは XL サイズの福袋を買っていて、一番大きいサイズかななんですけども、一部サイズは混合してみたいですね。おっ、1点目からいきなり、はい、こちら袋を見てもらったら、あー、ちょっとわかんないかな。これエッセンシャルズですね。エッセンシャルズのアイテムが入ってました。1点目のアイテムがこちらです。じゃん。おっと、エッセンシャルズといえばスウェットパンツとかパーカーとか、そういったものかと思いきや、こんな感じのちょっとメタリック素材というか、スポーティー素材のジョガーパンツですね。これはまたいきなり。ただですね、エッセンシャルズ自体は自分もスウェットとかスウェットパンツ持ってたこともあるので、まあ割と嬉しいっすね。まあなんかこんなね、シャイニーな素材なんだけど、上にチェックシャツとかそういったものをミックスして着るのも可愛いかなとか思いつつ、でカラーがこちら、チャコールみたいなカラーですね。で元の値段が25,300円のアイテムでございます。エッセンシャルズはね、変わらず人気のアイテムなので、やっぱ1点目からエッセンシャルズ入ってるあたり、なかなかぶっ飛んでるね。いやー、これは1点目としてはまだ、ね、正直、まあ、めちゃめちゃ嬉しいものではないんですけど、やっぱ自分の好きなブランドの近いところがかなり出てくるので、これは期待が持てますね。ではでは、じゃんじゃん開けていきましょうか。どんどん上の方から出していこうと思うんですけども、2つ目がこちら、じゃん。
これはもしかしたら、お、またちょっとエッセンシャル続くのかな。こちら先ほどと黒同じなんですけども、エッセンシャルの何のアイテムかな。え、なんかついさっき触った素材に近いな。続いてのアイテムはこちら、じゃん。お、さっきのパンツの同じ素材のクローバーハーフジップかな。いやー、なるほどね。これね、まあ、そのなんだろうな、セットではいらねえかな。まあ、ただただちょっと、まあ、これ上下で着ると、こんな感じ、あ、待って、よく見るとね、色ちげえ。セットアップで着れねえんだけど。なんだよ、素材じゃなくて色ちげえのかよ。なるほどね。まあ、なんかこれは、なんかね、こんな感じのリブとかついてるアイテムなので、ちょっとなんか着みようか。ちょっと中がね、黒なので、ちょっとわかりづらいかもしれないんですけど、こんな感じですね。これは、着ねえな。エッセンシャルズ好きなんだけどね。まあ、着るアイテムではないかな。でこれがですね、さっきタグに書いてあったんですけど、お値段が29,000円ですね。まあ、このセットで、まあ、パンツが25,000円でしょ？で、これが29,000円でしょ？まあ、これでまあ、60,000近いっすよね。まあ、今んところめちゃめちゃ嬉しい内容ではないかな。まあ、けどまだまだまだ、開けて2点目なんでね、どんどん開けていこうと思います。まあ、上から見るとですね、ちょっといくつか続いてるので、ちょっとまず全部出していこうかな。続いてのアイテムがこちら。はい。こちらも引き続き、同じくエッセンシャルズですね。エッセンシャルズめちゃめちゃ入ってんの。あ、これは、なんか、馴染みのあるものというか、来ました！じゃーん！もうこれでしょ。エッセンシャルズのスウェットパーカーですね。これは、人気で、なんなら、グレーちょっと欲しくて、俺。なんか今更なんだけど、なんかさらっと着る時に欲しいなと思ってたエッセンシャルズのパーカーですね。やっぱね、嬉しいところがサイズがバカでけえのよ。俺自身もすごいビッグシュートでね、着るので。これいいな、やっぱり。XL か。もうダルッと着れますね。で、最近なんか僕グレーのパーカーが着たいところだったんでね。なんか毎シーズン若干デザイン違うんですけど、このアイテムに関しては胸元にロゴが入ってて、背中にもエッセンシャルズと入ってるデザインでございます。はい、こんな感じで早速気に入っちゃったんで、着ていこうと思います。はい。こんな感じ。いやー、まあね、元値自体は15,000円なんですけど、まあなかなか買う機会のないアイテムをこういった機会にね、まあ、手に入れることができるっていうのはいいですね。なんか、他のエッセンシャルズのさっきのがナイロンっぽいセットアップに関しては、まあちょっとうって思ったんですけど、まあまあまあ、このパーカーめちゃいいっすね。これもうガチで着ると思います。はい。ではですね、まだまだありまして、これが最後かな。じゃん。こちらも最後。なんかパッと見た感じ、これが最後のエッセンシャル。めちゃめちゃエッセンシャル入ってんな。なんか完売してるイメージとかあったんですけど、最近は結構残ってるのかな。待って、これまたこのシリーズ。あー、まあ、けど、あー、こちらエッセンシャルズのイージーショーツですね。ここにエッセンシャルのロゴが入っておきながら、なんかね、この先ほど出したナイロン素材のセットアップとは違うような感じになってますね。結構丈短いんでね。ただ俺のスウェットパンツとかと一緒にさらっと履いて、なんかバンズとかなんかローテクスニーカー履いたら、それはそれで可愛いかなと思ったりするから、まあなしじゃないかな。お値段が13,000円。まあ、エッセンシャル自体はね、そんなに高いブランドではないんでね。なんかエッセンシャルズで若干数なんかつまがれた感じはするんですけどね。一つのブランドで4つ入ってるってなかなかだね。まあまあまあ、こんな感じではありますが、まだまだあるんでね、出していこうと思います。はい、それでは続いてのアイテムですね。結構これは肉厚だな。アイテムがこちら。うん、こちら。はい、これストリート好きだったら見たことあるんじゃないですかね。フットバイエアーかなのパーカー、元で高94,000円。これか。俺このブランドあんま着ねえんだよな。うわ、なんだこれ、すげえ色。うなされた、なんか夢で見るこのなんか出てくるやつみたいな。すごいね。なんかレイヤードパーカーみたいな感じで、こんな感じでね、ちょっとなんか半袖スウェットみたいなところから袖が出てるみたいな。あ、フェイクじゃなくてガチだね。すげえ。あー、なるほどね。俺このブランドあんま着ねえんだよな。一時期すげえ一世風靡して人気だったりしてね、まあ、いろんなミュージシャンとか着てるところあったんですけど、最近は見ないね。ちょっとこれも着てみましょうか。はい、実際こちら着替えてみました。うん、最近の気分じゃねえな。本当にこういったところもね、リアルのレイヤードになってて、でサイズもあの L とかなんですけど、あんまり正直大きくないですね。なるほどね。いやー、綺麗な、すげえ色。まあ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 、まだまだあるんで。ではですね、続いてのアイテムに移っていきましょうかね。続いてのアイテムはちょっと薄手ですね。続いてのアイテムがこちら、じゃん。このブランドはなんだ、結構初めてかもしんないですね。結構グレートさんは変わったブランドも出してるんでね。サイズが L サイズ、アロハ夏物だな。こんな感じ。あー、まあシーズンこそ違うんですけど、割と嫌いじゃないですね。で、元値が 38,500円になります。で、2022SS のアイテムですね。ちょっと調べますね。
で、こちらブランド名がですね、エモーショナリーアンアベイラブルっていうブランドですね。これあんまりなんか馴染みがないですね。なんか総柄とかね、そういったグラフィックものが代表的なんですかね。なんかこんな感じのロデオシャツみたいな感じになってて、なんかロデオのグラフィックが出てるんですけど、この色がミントカラーみたいな感じで、割とね、嫌いじゃないんですよ。こういうのはね、なんかブランドで着るっていうか、俺結構柄で選ぶ感じなので、今着てるこちらのパーカーよりも全然嬉しいですね。なるほど。こちらのシャツでございます。こちらが約4万円ぐらいのアイテムですね。なるほどね。なんところ、なんだろうな、38万円ぶっ込んだ手応えはない。くー、まあまだね、じゃんじゃん行こうと思います。続いて、こちらが結構なんか、張りのあるというか、武骨な生地感ですね。アイテムが、こちら、じゃん！うれ、なんだこれ？あ、同じブランドっすかね。こちらになります。なんかイラストが書いてあるブランドですかね。これはすげーなー。なんか古着のリメイクみたいな感じなのか、これ。すっげーな、これ。うわ、マジで、夢に出てくそ。ボディが、カーハートの古着のペインターパンツを使ってるような。うわー、これは綺麗な。あのね、結構俺、柄物好きなんですけど、ちょっと、怖い。近くでみんなに見てもらおうかな。もうこんな感じなんですよ。こんな感じ。フロント見ると。はい。こんな、総柄パンツでございます。で、裏も。うわぁ、怖え。すげえ。おー、なんだこれ。すっげえ。これで元値段もまあまあすんじゃね？13万すんのこれ。はい、といった感じですね。先ほどと同じブランド、シャツとね、同じブランドのパンツなんですけども、これが10、まあ約4万円ぐらい。いや、これでなんか金額積み重なってんのはちょっとやだな。まあ、好きな人にぶっ刺さるかもしんないんですけどね。その好きな人にぶっ刺さる、この幅が、マジで少ないんじゃね？なるほどね。たま。こっから結構しっかり取り返していかないと、きついんじゃないか。怖いよ。けどまだ、まだまだだ。じゃあ続いてのアイテム、ちょっと軽いものいきましょうか。こちら、じゃん。フットバイヤー、今着てるこちらのパーカーと同じブランドか。ですね。はい。こちら、Tシャツかな？こちらでございます。ちょっとこんな感じのね、フロントにロゴが入ったような Tシャツでございます。元値、まあまあすんね。これ元値が46,200円です。もうなんか定価の概念が壊れてくるね。バカでけえ白 T。サイズ感は好きっすけどね。なんかブランドあんま、このブランド自体も着ないんで、まあシンプルであるんですけどね。こんな感じです。まあこういうの結構夏物とかも混じってますね。さっきの総柄シャツもそうですけど。なるほどね。なんか待って、今のところガチで着るのがエッセンシャルズのセットパーカーくらいしかねえな。よし。はいはいはい。まだまだ、そんなにね、重油じゃないものを混ざってるので、だんだん出してきますね。で、こちら！これはなんだ？ボトムっすかね？で、この広げてみると、こんな感じですね。なんか、サイドに、こんな感じのステッチみたいなものが施されてますね。ループ状というか。あー、これは、嫌いじゃないっすね。近くで見るとこんな感じ。なんかブランドのロゴなのかな？なんか頭文字がですね、ADC っていうブランド。ちょっと調べてみましょうか。元値自体は39,800円かな？ちょっとどんなブランドか調べましょう。ブランド名がですね、アドバイザリーボードクリスタルズってところで、これも海外ブランドですね。結構ナイキとかともコラボレーションした実績があるってところで、あんまり僕ここら辺のブランド詳しくないんですけど、まあなんか、ちょっとジャージっぽいスポーティー素材なんだけど、ちょっとラグジュアリーな要素もプラスされてるところで。うん。こうやってね、なんか知らないブランドと会えるってところも、福袋の魅力かもしれないですけどね。けどなんか今まで出たやつが意外と手応えがなかったらよく感じるんですけど、こんな感じですね。まあまだまだじゃんじゃんいきます。続いて、じゃん！これは、どこだ？パッと見もなんか無地っぽいけどな。これが、あ、でっかいっすね。無地のブラックのパーカー。あ、なんだこれ。はぁはぁ。あ、なんか見たことあんな、これ。はい。後ろにこんな感じの、44みたいな感じに書いてあるとこなんですけど、ちょっとブランド調べましょうか。で、こちら定価の方が約6万円のパーカーでございます。44レーベルグループってブランドなのかな？なんか DJ 兼音楽プロデューサーの方が、ディレクションしてるブランドみたいですね。はい。なんかちょっと形好きそうだから着てみましょうか。ちょっとずっとこのパーカー着てるもんなんなんで。はい、といった感じでこちら着替えてみました。後ろに、はい、44のロゴが入る感じになってますね。うん。なんかそのブランドのファンとかではないんですけど、単純に物としては可愛いなって思えるようなアイテムですね。でも元に6万ってまあまあすんね。いや、まだまだまだね。ここからなんで。まだね、中には、全然いっぱい入ってるんで。まだこれも、アウターとかじゃないですけどね。ちょっと出していきましょうか。続いて、こちら！じゃん！おぉ！ほうほうほう！このブランドが結構有名ですね。YouTube とかでも、ちょっと人気のブランドなんじゃないですか？はい。こちらです。じゃん！結構ギミックの効いたアイテムですね。こちら、ブランドがフェンチェンワンのドッキングパー
ーガーですかね。で、こちらも結構それぞれお値段の方が61,820円となります。こんな感じでシャツ生地、袖はシャツになってるんだけど、このボディの部分が裏毛のパーカーみたいな感じになってるやつですね。袖がストライプとかなアイテムになります。で、フロントのポケットのところがなんかポケットというか異素材で切り替わってる素材でございます。結構でかいね。うん、自分178センチの72キロなんですけども、自分が着ても平気でビッグシュートで着れるアイテムでございます。これ意外とこの手のね、デザインも着ないんですよね。なるほど。でもね、このブランドとしてはかなり感度の高い人気のアイテムなんで、まあ、嬉しい人には嬉しいんじゃないかなと思いますね。いや、まだまだまだ入ってるんでね、出していこうと思います。続いてこちら、じゃん。ん？これはどこだ？ちょっとパッと見わかんないぞ。スウェットパンツみたいな感じですかね。これがもう、すたっけ、スウェットパンツ。元で8万円すんのこれ。これ、8万。なんで?8万もすんのこれ。こちらブランドがですね、シーキングスというブランドになりまして、結構デニムとかが有名なブランドなのかな。わら、けど加工のスウェットとかそういったものも人気のアイテムですね。なんかフィアブゴッドとか、なんかフェッセンシャルズに近い雰囲気のアイテムではありますね。うんうんうん。高いね。こちらけどね、結構表面にエイジングみたいなものがかかってて、しかもね、すごく綺麗。動画ではね、伝わらないかもしれないんですけど、すげえね、リアルな加工感。なんか古着で出てきてもいいぐらいというか。あのね、個人的には好きっすね。これになんかストライプシャツとか、白シャツとかでかく着ても可愛いなと思って。これは、俺の中ではありっすね。まあ、これがね、ブラックとかだったらより嬉しかったかな。あと逆になんかレッドとか、しっかり発色のやつだったらいいんですけど、ネイビー意外と着ないんでね。まあ、けど、ちょっと嬉しいっすね。はい、という感じで今途中経過なんですけれども、結構点数は出したけど、自分にハマるアイテムが正直出てないなっていうのが本音で、まあ40万近く出して総額100万円っていうのは、まあ、嘘偽れないんですけど、まあ、どんだけ自分に刺さるかってとこだし、やっぱりビッグアイテムだよね。このリスクを背負ったからこそ手に入れることができるアイテム欲しいな。けどパッと見た感じ、こっからはですね、結構重量級のアイテムになってくるので、一発大逆転ありますから、今のところまだまだ良くないかな、結果は。じゃあですね、上の方から出していこうと思います。この重いアイテムね、これ結構肉厚だね。アイテムがこちら、じゃん。あれ、まだいたかお前。こちら、はい、エッセンシャルズですね。エッセンシャルズのボアジャケットですかね。こんな感じ。はい、カモ柄のボアジャケットになります。そっか、エッセンシャルズって逆にこういうのもやってんだよね。まあ、可愛いけどね、こんな感じで。うん、スウェットとかのイメージあるけど、ボアっていくらぐらいなんだろう。エッセンシャルのボアジャケットがお値段が2万2000円ぐらい、割と手に取りやすいですね。けど可愛いけど着てみようかな。はい、こちらエッセンシャルズのボアジャケットですね、着てみました。正直可愛いこれは、あのね、ここの福袋に入ってこない限りは、もうね、袖を通す機会もなかったぐらい、あんまり注目しなかったアイテムなんですけど、いいですね、形も。うん、ボリューム感も可愛いし。前を開けて、こんな感じで、うん、襟を曲げてみてもいいよね。で、かなり肉厚なボアなので、防寒性も高いですね。うん、よっしゃでも、今んところエッセンシャルズの普通のスウェットパーカーが1万5、6000円ぐらいで、で、このジャケットも2万円ぐらいなんですよ。普通にエッセンシャルズのアイテムをピンポイントで買った方が良かったやんっていう感じになるかもしんないので、まだ喜ぶことはできませんね。けど、嬉しいな、これ。うん、かわいい。カモ柄みたいな。けどなんかあれだね、カラーがベージュトーンというか柔らかい色味で作られてるから、なんかいかつい感じとか、そういうのはないね。うん、いいっすね。では、この勢いのまま、まだまだね、中には重要系残ってるので、上の方から出していきましょう。続いてのアイテムが、こちら！じゃん！はい。あ、これちょっと気になってたな、このブランド。次のアイテムが、こちら、すっげえ。こちらですね。これもドッキング系のアイテム。最近はドッキング系多いね。こんな感じの。袖がボアになってんの、こんな感じで。ボアになって、ここはチェックシャツで、ボディのフロントがスウェットみたいな。近くで見たらわかるかな。こんな素材感ですね。うん。柔らかい感じ。で、フロントの部分が、こちらね、ブルーのチェックで切り替わってて、これがスウェット素材のアイテムですね。で、フードのところからがフリース素材のチェックみたいな。うん。またここのね、チェックとはちょっと生地感が違うんですよ。不思議なアイテムですね。で、こちらのブランド、アルケミストっていうブランドですね。自分もあのね、知ってはいたんですけど、実物しっかり見るのは初めてですね。なんか気になってはいたんですけどね。値段もね、まあまあしたはずなんだよな。これなんか86,350円。これもちょっと着てみようかな。はい、こちら着替えてみました。袖がですね、チェックのボアになってて、このフード、これがフリー素材かなになってまして、で、フロントがスウェットなんだけど、なんかね、この袖のボリュームに対して、なんかフロントのボリューム感がないけど、なんかバランスよく、ナイフに見えるとなんだろうな。いやー、まあ、けど着ないかなー。ギリギリ。なんか、このね、ドッキングの感じとか、チェックの雰囲気とかね、嫌いじゃないですけどね。うん、嫌いじゃないから、
こそ、普段からね、こういった雰囲気好きなんですよ。だからこそ結構こだわりが自分的にもあるんでね。もうちょっと身幅がぐわっとあった方が、俺的には嬉しかったかなと思います。じゃあですね、ここからラストスパートになるんですけども、正直中のアイテムが少なくなってきました。今のところ、良くないな。でね、けど残されたアイテムが、あと2点っぽいんですよ。なんですけど、どっちもかなり重量系のアイテムですね。ボリュームあります。なんで、ここら辺で、いいアイテム、引き当てましょう。頼む。アイテムが、こちらこれは先ほどの、あのブランドか。こちらがですね、ブランドが44レーベルグループ。さっきのさ、この背面に44って入ってたアイテムなんですけど、それの MA1 みたいな感じですね。で、こちらお値段の方が、163,900円でございます。これなんか16万なんですけど、中綿とかポリエステルなのか。ちょっと決めましょうか。はい、こちら着てみました。いかがでしょうか。まあ値段が17万ぐらいするラケットなんでね。まあ作りとか悪くないですけどね。で、形もこんな感じ。で、袖のこれパイピングのね、ピンクが差し色になってるんですけどね。まあ MA1 はね、俺、バレンシアガのやつ持ってっかんな。まあ悪くないんですけどね。17万の驚きはあんまりないかなと思いますね。いやー、けど残すところ結構アイテムも少なくなってきましたからね。いやー、ここら辺でちょっと手応えのあるアイテムを引き当てたかったなー。はい、それでは皆さん、最後のアイテムになります。最後のアイテムがですね、ラスト1点で割るんですけれども、多分、アウターですね。これは、どんなものなのか。頼む！アイテムが、こちら！おー、なんだこれ？ブランド、ちょっとパッと見わかんねえな。こちら、あー！はい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 。これブランドがですね、さっき同じやつ出たね。これブランドがフェンチェンワンのダウンベストですかね。かなりビッグ。こんな感じの。で、このフロントがね、ブラウンで、後ろが千鳥チェックみたいな感じに切り替わってるアイテムです。かなりデザイン入ってますね。でかいね。いやー、これがラストかー。これかー。ちょっと着てみますか。はい、こちら、着替えました。きねえっすね。くーきねえ。いやーいやー、これで全部か。なるほどな。まあね、人気のブランドなんで、当たる人に当たったら、喜ぶ人もいるかと思うんですけど、一点も持ってないからね。で、なかなかね、俺自身も、割とエッチなる服を今まで着てきてるタイプではあるんですけど、まあそれでもきついかな。はい、こちらがですね、フェンチェンワンのダウンベストですね。お値段の方が、定価で10万円ぐらいですね、になります。やっぱ今回、まあ、グレースさんの福袋、総額100万円入りになって、ね、お値段が38万5000円なんですけれども、確かに、高額アイテムは、めちゃめちゃ入ってたね。ただ、なんか世間的に、すごいメジャーなブランドが今回引き当てることができなかったなと。やっぱ前回バーバリーとか入ってたからなぁ。はい、といった感じですね。マジで、中がもう、ないですね。これで以上になります。いやー、2023年なかなか福袋は、あれですね、結果的には厳しい感じですね。まあ、今回ちょっと出てきた福袋のアイテムですね、ちょっと振り返ってみましょうか。じゃあまずですね、ちょっと箱に戻しながらちょっと振り返っていこうと思うんですけれども、でこちらですね、今着てるのがフェンチェンワンのダウンベストですね。元値が10万円ぐらいになります。で、これがアルケミストのドッキングパーカーですね。こちらの方が元値のお値段が、86,350円。これも9万円近いアイテムですね。いやー、デザイン的にはね、可愛いし、ファンも多いブランドではあるんですけどね。まあ、これは、まあ、合う合わないが激しく出るので、ちょっと残念だったかなと思いますね。で、続いてこちら、これ、44レーベルグループってブランドですね。これも結構元値はしますね。自分も名前は聞いたことあるんですけど、初めて物は手に触りましたね。これ約6万円ぐらいのアイテムでございます。ただこれね、形自体は可愛かったなと思いましたね。で、続いてこちら、はい。今自分が着てるダウンベストと同じブランドですね。フェンチェンワンのドッキングパーカーになります。こちらお値段が61,820円ですね。これはなんか、あれですね、自分の系統と合ってないだけで、比較的当たりの方なアイテムな感じはしますけどね。はい、続いてこちら。このなんかね、サイドのステッチの入った、こちらのパンツですね。こちらが約4万円の、なんかトラックパンツに近いアイテムですね。で、こう続いてこちら。はい、フットバイエアーのビッグティーになります。はい、こちらも元のお値段が46,000円になります。で、続いてこちら、はい、夢に出てきそうなこのアクムパンツですね。で、これもね、元値高いんですよ。元値が13万とかでしょ。137,500円。かけー。まあ、一個一個で手書きでもあるので、そういうところも入ってるかもしれないですよね。で、先ほどの、アクムパンツと同じブランド。はい、ミント柄の、はい、ソーガルシャツになります。これね、トータル見るとこれも可愛いかなって思いますけどね。で、今回はですね、割とエッセンシャルすごかったですね。こちらのショートパンツになります。これが元の値段が、13,000円になります。で、続いてこちらもエッセンシャル。
なんかナイロン素材というか、ナイロンツイル素材のプローバーですね。これは結構形癖あるな。エッセンシャルズって、なんかシンプルなスウェットとかのイメージもあるんですけど、割とね、癖のあるシルエットとかそういったものも多いんでね、結構このアイテムに関してはそこに属するようなアイテムになってくるんですね。で、こちら。点数が多いですね。さっきのプローバーと近い素材になるんですけども、こちら。ツイルのパンツですね。これもね、値段自体は高くて、25,300円になります。で、続いてこちら。はい。44レベルグループですね。こちら MA1 が約17万円ぐらいのアイテムでございます。結構ね、作りとかもしっかりしてるんですけども、ブランドのね、好き嫌いが結構分かるようなアイテムになるので、評価が分かれるかな。で、続いてこちら。はい。グッドバイエアーのドッキングパーカーですね。うん、レイヤードデザインというか、これが約9万5000円ぐらいのアイテムですね。10万円近いというアイテムでございます。すげえな。服って高いんだね。はい。でですね、残り3点こちらのテーブルの上に残してるんですけども、このグレードの福袋ですね。38万5000円の100万円総額福袋を購入して、個人的に手元に残しとくかなと思ったアイテム、正直3点です。おぉ。まあまあまあ。ちょっと紹介しよっか。こちら。はい。エッセンシャルズのボアジャケット。これ多分着るかな？うん。迷彩柄というか。これ可愛いですね。まあ、約2万2000円ぐらいのアイテムになります。はい。で、こちら。もうめちゃめちゃド定番。もう紹介するまでもないぐらい定番の、こちら。エッセンシャルズのロゴパーカーですね。しかも、俺がめちゃめちゃ欲しかった僕グレーのアイテムになります。これが約1万6000円ぐらいのアイテムですね。いや、なんかスウェットパンツのセットアップで欲しかったなぁ。せっかくだったら。で、こちら。最後が、シーキングっていうブランドのスウェットパンツ。元値が8万円ぐらいのアイテムですね。なんかね、ブランド自体は知らなかったんですけど、生地の風合いだったりとか、加工感がすごく可愛いなと思ったので、これちょっと着たいですね。まあ、チェックシャツとかね、上に着たりとか、デニムジャケットとか、なんか合わせ方が自分的にはいくつかね、なんか想像できたので、すごくいいアイテムだと思いました。っていう感じの結果になります。どうでしたかね？これは、正直グレットさんって本当に幅広いセレクトをしてるので、評価分かれると思うんですよ。単純に、お前に合ってないブランドが入っただけじゃんとか、そういうね、コメントとかもあって叱るべきだと思いますし、中にはね、まあ、これ厳しいんじゃないかって声もあるのも当然ありますし、個人的には、本当に自腹で買ってるんでね、正直思うのは、まあまだ去年の方が全然良かったかなって。去年が約15万円で50枚入りだったんだけど、今回がもう約2倍以上の値段を出して、リスクをね、買ったわけなんですけど、まあ、手応えは去年の方があったかな。だってバーバリーのジャケットだけでも20万円とか30万ぐらいかな。結構高いやつも入ってたりとかして。ですけどね。はい、という感じですね。多分ファッション YouTube 界一高額な福袋紹介になったんではないかと思いまして、よろしければね、コメント欄とかに、コメントとかでリアクションいただければ嬉しいです。どうでしたかね。まあ、個人的なね、厳しい結果には終わった感は否めないんですけれども、やっぱこういうのって、まあ、縁起物のところもありますし、やっぱね、見てる方々が面白いと思っていただけたら何よりも嬉しいので、この動画、もう面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録と、よければですね、動画の高評価お願いいたします。はい、それではですね、本日の動画は以上なんですけれども、まだまだですね、このチャンネルでは福袋の開封動画だったりとかそういうものを行いまして、過去にもですねいろんな福袋を開封しておりますので、よろしければですね概要欄の方に動画のリンクも貼ってあるので、そちらからチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それでは本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。